ピーターパン。ある日の夜、突然ウェンディの部屋の窓から男の子が飛び込んできました。あなたは誰？僕はピーターパン、夢の国ネバーランドから迎えに来たんだ。さあ一緒に冒険に出かけよう。一緒にいた弟のジョンとマイケルも冒険と聞いて大喜びです。ネバーランドってどうやって行くの？飛んで行くんだ。妖精のティンカーベルの羽の粉をつけると空を飛べるんだよ。うわぁ、本当だ、すごーい。ネバーランドは2つ目の角を曲がって、あとはどこまでもまっすぐのところさ。空高く飛んでいくみんなの目には、家がおもちゃのように小さく見えます。いくつもの夜が過ぎ、いくつもの朝が来ました。突然、ピーターが叫びました。見てごらん、あれがネバーランドだ。あの黒い船は海賊船だよ。そしてあそこにいるのが恐ろしいフック船長。昔フックは腕と時計をワニに飲み込まれたんだ。だからチクタク音を立ててワニが出てくると真っ青になって逃げ出すよ。島では子供たちが待っていました。ピーター、お帰りなさい。あれ、この人は誰？子供たちが駆け寄ると、ピーターは言いました。ウェンディだよ。僕たちのお母さんになってくれるんだ。ピーターの家は地面の下にあります。狭いけれど、暖かくて素敵なところです。たっぷり遊んで疲れると、ウェンディお母さんがお休み前のお話をしてくれます。昼間は湖や森の探検です。でも海賊船がいつも遠くから眺めています。それはフック船長が子供たちを狙っているからです。ある日、ウェンディが言いました。パパとママに会いたいな。お家に帰りたい。ふん、帰りたいなら勝手にすればいい。ピーターは拗ねてどこかへ飛んで行ってしまいました。ウェンディ、行っちゃいやだ。子供たちが泣き出しました。その時、突然フック船長が現れたのです。ピーターはおらんな。よし、野郎ども、子供たちを捕まえろ。子供たちは次々に捕まってしまいました。大変よピーター、みんなが捕まったわ。ティンカーベルが大慌てで知らせました。よし、ワニになってフックを脅かしてやる。チクタク、チクタク。ピーターは時計の音を立てながら海に飛び込み、泳ぎ出しました。もうすぐお前たちは海の底だ。後ろ手に縛られた子供たちを見て、フック船長はご機嫌です。と、そこに不思議な音が。チクタク、チクタク、チクタク。ワニだ！フック船長は慌てて隠れました。子供たちがこわごわ海を覗いてみると、あ！船に上がってきたのはワニではなくてピーターでした。ピーターは子供たちを次々に助け出しました。もちろん大切なウェンディも。ワニかと思えばお前だったか。怒ったフック船長がピーターに飛びかかり、船の上で凄まじい戦いが始まりました。
身の軽いピーターが短剣をビュン。それを避けたフック船長がバランスを崩して、うわー！フック船長は海で大口を開けていたワニにパクリと食べられてしまいました。これで海賊船はピーターのものです。ティンカーベルが妖精の粉をかけると、海賊船はふわりと空に浮かびました。いくつもの夜が過ぎ、いくつもの朝を迎え、船はウェンディーたちの家へと進みました。そしてようやく家へ着くと、ウェンディーたちは窓から子供部屋に飛び込んで、待っていたお母さんに飛びつきました。黙って出て行ってごめんなさい。私ね、ピーターと冒険に出ていたの。後ろを振り返ると、ピーターと海賊船は元来た道を帰るところでした。飛んでいくピーターを見送りながら、ウェンディーたちは少し悲しくなりました。おしまい。Thank you.